本当はブレスレットみたいな手首につけるやつなんですけど、まあ、ちょっと自分結構ロック聞くんで、そこからインスピレーション受けて、年齢は21歳でモデルのお仕事をしてます。はい、どうも、これもあるです。今回なんですが、ファッションスラップの撮影をしに原宿に来ております。今回もですね、ジャンル年齢問わず5、6人ぐらいファッションスラップを撮っていけたらいいなと思います。では動画の方へどうぞ。ご年齢とご職業お願いします。はい、21歳の大学生です。上から、はい、これまずシーンのサングラスです。はい、シーン。これは別にそうです、かける用じゃないです。飾り用で、飾りみたいな、はい、でこれはディーゼル の、はい、本当はブレスレットみたいな手首につけるやつなんですけど、まあ、ちょっと首につけたいなと思って、ちょっと緩めなんですけどつけてます。あとこれもなんかどっかで古着屋で買ったネックレスで、はい、これもシーンで、はい、これも古着屋で買った、トレハク、よかったな、このノースリーブ。これはナイキのパーカーです。あー、はい、腰につけて、あ、はい、これはキスのエリックグラム、がマーチンです。はい、カバンもディーゼルです。ああ、コロコロ変わるんですけど、ディーゼル？最近はディーゼルがめっちゃ好きです。あとは安定のキス。エリアは渋谷、原宿。大変です。なんだろう。原宿系みたいな。原宿系。ギャル。ギャルじゃない。まあなんか一個なんかその日に着たいアイテムを決めてからそれにこう組み合わせて意識してます。あと色とかも合わせて。まあ、いないんですけど、アプリのピンタレストっていうのでやって、おしゃれな人とかいたらそれ参考にして。21歳で学生です。靴がステージのなんかウェスタンブーツショートなんで、パンツがなんか群馬のダイヤウェスタンブーツで、ベストがバナナリパブリックっていうやつの古着です。でチェーンがあのアンブッシュの服についてたやつを取ってつけてます。場所で言う、駅とかで行ったら代官山あたりですかね。目黒とか学芸大とかはよく行きますね。まちまちですかね。まあ、2万1回行かないかぐらいで。アーティストとかですかね。やっぱ古い、自分結構ロック聞くんで、そこからインスピレーション受けてやってます。年齢が24歳で、職業が IT 関係の会社員しています。これはアンダーカバーの T シャツで、古着屋でゲットしました。これは
原宿のパッドマーケットっていうところで買ったもので、店員さんが最初なんか入荷したばっかりっぽくて、あの履いてたんです。それがめちゃめちゃかっこいいなと思って、はい、なんか商品のなんだろう撮影のために履いてたんですけど、かっこいいですねって言ったら、あ、これ入荷したばっかりで今なんか商品の写真撮ってるんですって言われて、履いていいですかって言ったら、めっちゃかっこよくて買っちゃいました。靴はナナーのシューズで、最近こういうブーツにハマってるんで、なんかパンツ的にもコツメの方が似合うかなと履いてます。これはグランコフっていう韓国のマスクで、結構なんかちょうどいいというか、はいはい、これは古着屋で買ったやつで、どこだっけな、なんか場所忘れちゃったんですけど、なんかデッドストックで結構昔のやつが入ったみたいで、それを買いました。もう最近なんか年季入って表面がボロくなってきたんですけど、ちょっとそこら辺が気に入ってます。これはビーズ屋さんで自分で作りました。サイズ感とかですかね、はい、なんかちぐはぐなサイズ感にならないように気をつけてるぐらい。ブランドはアンダーカバーとか、あとはナンバーナインすごい好きです。さっき言ったあのパッドマーケットさんはこの前初めて行ったんですけど、すごい自分の好みに合っててめちゃめちゃいいなと思って、すごい好きでした。あとは自分の家の近くのデカストとかでこうディグルの好きです。5万から多い時で10とかですかね。月によってバラバラです。はい、美容師さんの奈良さんっていう方が、美容師さんすごいかっこよくて、インスタとかでよく見てます。あ、好きな映画はトレインスポッティングっていう映画がすごい好きで、なんかあれ見て音楽がすごいいいなと思って、そこからそうですね、映画もよく見るようになったし、音楽とかも地形の音楽聴くようになったんで、すごい好きです。年齢は21歳でモデルのお仕事をしてます。まずサングラス、これはなんかどっかセレクトショップみたいなところで買ったんですけど、まあかけるってよりはここにつけたりとか頭につけたりとかしてて、でネックレスとアクセサリーがシルバーが多いんですけど、トップスがザラで、ズボンもなんかどっかセレクトで買いました。でハイウエストで下がフレアになってるやつで形が良かったので買ったんですけど、だいたいいつも全身真っ黒になっちゃうんですけど、なんかちょっとこっちがこういう感じになったりとかして、なんかバランスとって作ってます。今日のポイントはトップスの丈が短くて、ズボンはハイウエスト でしかも裾も長いんで身長もりもりコーデです。はい、でもモノトーンな服が多いんで、アイテム買いに行くとなるとやっぱザラとかが多くなりますね。もう渋谷が多いかもしれない。人じゃないんですけど、なんか結構海外セレブの人のプライベートの服とかは見てて、なんか結構ラフなんですけどカジュアルに決めて、小物使いとかが上手なんで結構参考にしてます。
20歳で料理人になったんです。アイテムは上から大陸、ワイプロワイプをバイクしちゃう。結構上はタイトめが好きで、下がでかいのが好きなんで、上から下にこう A ラインになるように。好きなブランドはバイプロジェクト、ワイプロとバレンシアが良くなります。で、組み合わせはそこにあるグレートと無駄にあるアンフォード。だいたい15-16万前後。なんか結構海外のアーティストとか、結構 SNS で出てくる人とか、デザイナーの人とか結構。きっかけは高校生の時に、ちょうどベトモンのルック見てちょっとハマって、